はいはい、じゃあここ読んでいきたいと思います。ここいきます。 1,2,3 鉛筆 pencil 定規 ruler 消しゴム eraser ノート notebook 色鉛筆 colored pencil 筆箱 pencil case 本 book 机 desk 椅子 chair 紙 paper ハサミ scissors のり glue 洗濯鉢巻きって何？洗濯鉢巻き、これなんだ？これわかんない。ペインターズハートって何？知らない、これ。洗濯バサミにしようか。洗濯バサミにしようか。じゃあ洗濯バサミでいきましょう。バサミ。洗濯バサミ。ピン。はい。ピンチ。はい、すいません。でもね、もうちょっとね、ここね、これ、ここ新しいの出して、これにしよう、これがいいや。これだ。もっというのがあるかとか見るからね、洗濯バサミ。洗濯バサミと。はい。クローズピンズ。これだね。はい。クローズピンズ。じゃあこれ。コピーしてここに入れましょう。ビット。これちょっとやめよう。何だったんだろう、さっきのはね。なんでそういうのが出てきたのかわからない。はい。はい。クローズピンズ。はい、これちょっとこっちに来てください。じゃあいきます、せーの。洗濯バサミクローズピンズ、教科書テキストブック、時間割スケジュール、地図、マップ、チョーク、クレヨン、授業中の看板、スクールバッグ、ちょっと待って、授業中の看板じゃないよね、これね。これランドセルにしようか。ランドセルで行くよ、ランドセルにしましょう、じゃあ。ランドセル、はい、じゃあ行く、はい、ランドセル、スクールバッグ。新聞、ニュースペーパー。ちょっと待って。これ、図にしよう。ニュースペーパー。はい。傘、アンブレラ。勉強帳、ワークブック。宿題、ホームワーク。黒板、ブラックボード。黒板消し、ボードイレーサー。一緒に勉強すること。一緒に勉強する人。クラスメイト。先生。ティーチャー。校長先生。プリンシパル。宿題箱。ホームワークボックス。階段。ステアーズ。門。ゲート。校庭。プレイグラウンド。教室。ちょっと待ってね。これゲートじゃなくて、ゲートにしましょう。ゲート、はい、から校庭、教室、クラスルーム、点検表、チェックリスト、丸付けシート、グレーディングシート、カレンダー、カレンダー、カバン、バックパック、折りたたみ絨毯、ラグ、丈夫な文房具、ステーショナリー、これじゃ丈夫なってのいらない。ちょっとこれ取っちゃえ。
文房具、ステーショナリー、カード、カード、電話、テレフォン、音楽の教科書、ミュージックブック、時計、クラック、靴箱、シューズラック、ハンコ、スタンプ、絵本、ピクチャーブック、折り紙、折り紙、アルバム、アルバム、動物図鑑、アニマルブック、植物図鑑、プラントブック、カード、カードゲーム、カードゲームにしようか、これ。ね。ゲーム。カードゲーム、カードゲーム、成績、レポートカード、お弁当箱、ランチボックス、水入れ、ウォーターバトル、体操服、ジムウェア、ピアノ、ピアノ、生徒カード、student card、テスト、テスト、柱、ポール、音楽の演奏機、音楽の演奏機、これなんだ？ああ、これ分かった。音楽の、いや、これはね、こうしよう。楽器だね、これ。楽器、musical instrument、掲示板、Britain board、枠、frame、大きな本、big book、歌の本、song book、生徒帳、student notebook、荷物箱、locker、間違ってました。荷物箱、locker、気球、バルーン、飛び箱、ジャンプボックス、カレンダー、デイリーカレンダー、服、クローズ、時間割表、タイムテーブル、ひらがなの教科書、ひらがなテキストブック、カスタネット、カスタネット、鉛筆削り、ペンシルシャープナー、ノートパソコン、ラップトップ、ランドセル、スクールバッグ、ジャパニーズスタイル、小さい机、キッズデスク、公式の教科書、オフィシャルテキストブック、延長コード、エクステンションコード、本棚、ブックシェルフ、おもちゃ、トイ、数字のカード、ナンバーカード、ひらがなの表、ひらがなチャート、靴、シューズ、車のおもちゃ、トイカー、黒板掃除、ボードクリーンアップ、折り紙の紙、折り紙ペーパー、先生の本、ティーチャーズブック、風船、バルーン、校長室、プリンシパルズオフィス、お手洗い、トイレット。あ、ちょっと待って、トイレって書いてある。トイレット。トイレット。はい、トイレット。辞書、ディクショナリー。電池、バッテリー。駐車場、パーキングロット。引き出し、ドロワー。生徒活動、student activity。仕事表、ワークシート、手紙、レター、金婚カーンの音、チャイム、学習関係の雑誌、エデュケーションマガジン、